続いてはドリームプラスです。今日は東京オリンピックの追加種目として正式に採用された新しい競技、スポーツクライミングでパリオリンピックを目指す大学生クライマーです。高さ15メートルの壁を駆け抜けるように登り、その速さを競うスポーツクライミングスピード種目。この種目でジュニア日本記録を持っているのが松山大学1年の大政涼選手です。最後まで登り切った時の達成感とか、そういう課題を攻略していく楽しさが僕は面白いと思うので。高校生の頃から国際大会を経験している大政選手は東京オリンピックの聖火ランナーを務めました。選手としてその東京オリンピックに参加することはできなかったんですけど、やっぱそういう貴重な経験をさせてもらって、そのモチベーションというか、もう練習頑張ろうという気持ちになりました。成果を手にして改めてオリンピックへの思いが強くなったという大政選手。自己ベストタイムの6秒06はジュニア日本記録、非公認では5秒台も出していて、2024年のパリオリンピックスピード種目の強化選手に指定されています。まずはやっぱりその日本記録を切ることで、やっぱ5秒6とか5とかそういう世界に通用するタイムを出していきたいです。大政選手は今年東温高校を卒業し松山大学に進学。都会ではなく愛媛にこそ世界を狙うための恵まれた環境があるといいます。最上市にはその3種目が揃ってるっていうのもあるし、結構自分の周りの環境は結構いいと思うので、愛媛に残ることを決めました。スピードはその得意種目なんですけど、一番好きな種目がリードクライミングで、パリではそのリードボルダーの複合でも出たいって思ってます。その3種目をどううまく練習していくかが本当に大切だと思うので。愛媛国体のために整備された石槌クライミングパーク西条には全国に9カ所しかないスピードの壁があり、今年3月パリオリンピックへ向けた日本代表選手の強化合宿も行われました。またこの施設を拠点にして国内でも初めてというスピードに特化したクラブチームスピードスターズ459も発足。大政選手は国体レガシーの恩恵と日本山岳クライミング協会のサポートを受けながら仲間と共に切磋琢磨しています。勝敗を決めるのは1000分の1秒というシビアな世界で、その挑戦を支える言葉があります。計画のない目標はただの願い事に過ぎないっていう言葉です。その世界の大会に出たいなとか、その1位取りたいなって言ってるだけでは本当にその夢というか願い事なので、そのためにその研究したりとか、そういう計画を立てていくことが本当に大切だなと思いました。2021年になってからなんか自分自身が成長できたなっていう実感がいくつか感じている部分があったので、この調子で頑張っていきたいです。憧れだったオリンピックは今はっきりとした目標に変わりました。パリオリンピックに照準を合わせて大政選手は1000分の1秒の戦いに挑み続けます。1000分の1秒競う競技ですから、それを地元で技術を培うというところにかっこよさも感じました。本当そうですよね。具体的にすべきことを捉えているのもまた強さだなとも感じました。はっきりとした目標で夢に突き進んでください。